はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月の星の動きと7月前半のタロットリーディングをさせていただきます。まず7月の星の動きなんですが、まあ、6月比較的順調だよっていうお話をしたんですが、7月もまだその方向で進んでいけそうです。と言いますのは、年間を通して例えば3月4月にこうファーッと期待値が膨らむとか、可能性が膨らむとか、5月カクンと流れが変わるとか、また10月も流れ変わるとかっていうような外側の動きとして結構大きなエネルギーの変化がある月に比べると、まだ6月7月っていうのはその方向でそのまま行きますねっていう形なので、さほど大きなどんでん返しとか、びっくりするようなことっていうのは少ないと思います。その上で7月の天気や特徴を解説していきます。まずこちらのカレンダーをご覧ください。7月で流れが変わってくるのは、まず7月5日、そして7月14日の満月です。この満月結構重要です。そして7月18日、それから7月23日、そして7月29日の新月になります。まあ、29日からまた木星は逆行しますけども、まあ、この流れを各星座に合わせて解説していきたいと思います。では、魚座さんの7月をお伝えします。7月は、情熱が自分を導く、とってもクリエイティブな時です。自分の喜びを思い出して、自分に許可を与えてください。後半は、仕事をこなしていく、コツコツしたエネルギーがあります。これまでの広報活動の結果が出たり、生活を整えていくような流れかもしれません。まず6月29日の新月なんですけども、この6月29日の新月から約1ヶ月、7月29日までっていうのは、とにかく自分の喜びを許可して表に出すっていうのが一番強まってる時なんですね。で、これはクリエイティブな時って言ったんですけど、自分がこんなことやってみたかったっていうことを自分に許可してやって喜びを増幅させるっていうこともありますし、またはこう企画するとか生み出すとか表現するっていうことがこう膨らんでいくような時なんですね。ですので、まあ、クリエイターの皆さんにとってはすごくその才能を発揮するというか、あ、こんなのもやってみたい、こんなのも作ってみたいみたいな形でできそうですし、またはそのお仕事としてクリエイティブなお仕事ではないという方でも、お料理一つにとっても、あ、こんなものを作ってみたいなっていうのもそうですし、次はこんな風に遊んでみたいなとかっていう、自分を喜ばせるためのアイディアっていうのが湧いてきそうな時です。ぜひそんな風にして生活を盛り上げてみてください。もしですけど、いや気分がめいってそれどころじゃないですっていう方は、その低迷した状況の中からどうやって自分を喜ばせるかっていうのを企画して計画立てて考えてみてください。それが思いついてくると思います。自分で作っていける、自分で自分の生活を豊かにしていけるっていう経験ができると思います。そして7月5日以降ですね、ここから、まあ、ちょっと情報っていうのが今までなんとなくこう水の中で音聞いてるのかなっていうぐらいボワーンとした感じだったとしたら、もう少しそれがストレートに空気中でちゃんとつながるっていう感覚があって、ちゃんと言葉がつながるとか、ちゃんと言葉を聞けるみたいな、そういった情報のやり取りがあるので、言いたいことを伝えられるっていうこともあるでしょうし、会話とか情報っていうのがすごく行き来しやすくなると思いますね、7月5日以降。で、これは実際情報や会話がこう行き来しやすいって言ったんですけど、行動も実は動きやすくなるので、ちょこちょこ出かけたりとか、ちょっと足を伸ばしてみようかなみたいなこともしやすくなると思います。まあ、それが自分の喜びにつながっているのであれば、ぜひそうしてください。そしてその次、7月14日が満月ですね。この満月に関しては新月満月の解説を別の動画でしていますので、よかったらそちらご覧ください。で、この満月のエネルギー、魚座の皆さんにとっては、何かね、こう自分が投げかけたものを受け取ってもらえるだろうかとか、何かこう反応があるだろうかっていうところに、なんか強く影響しそうな気がするんですね。もしかしたら自分が思い切って表現してみました、それに対しての反応をすごく期待している、もしくは思った以上に反応があったとか、まあ、そういうこともありますし、自分が何かをやっていきたい、作っていきたいって言った時に一人ではできなくて、それは何かその状況とか環境とかに受け入れられなければそれはできないっていうことで、その相手って一人じゃないんですけどね、何か状況をすごく気にしていたりとか、
するかもしれません。ただ満月ってそうやってエネルギーちょっと緊張状態の時なので、そういった気にする感覚っていうのがもしかしたら増えるかもしれませんけども、まあ、それだけ自分が今自分の生活を作っていってるんだと、自分が今自分の人生を作っていってるんだという感覚でいてください。で、自分で自分の人生を良くするのに努力するのは当たり前であって、辛いことも大変なことも超えてこその喜びなので、そのための努力ができている自分というのはすごいんだと思っておいてください。もし今しんどいなと思っていらっしゃる方は、そして今表現できて楽しいって思っている方はもうどんどんそれをやってください。おそらく反応とか周囲に与える影響というのも大きい気がしますね、このあたりは。まあ、あえて言うとですけど、その大勢の中の自分っていうものを自覚するというよりは、周りがいないぐらいの感覚で、自分を好きなように遊ばせてあげてほしいっていうか、解放してほしいなっていう感じがします。大勢の中にいる自分っていうのを感じると、なんかねちょっと狭まる感じがするんですけど、どんな状況であったとしても自分の光をたくさんの人に届けるぞとか、自分の今生きている状況っていうものがたとえ関わる人が少なかったとしても何らかの形でそれは広がるというかね、伝わるんだぐらいの感覚でいてください。まあそうかと思えば、本当に自分が企画した案がすごい通って、なんかすごい大きな組織を動かすとかいうこともあるかもしれないですし、面白いですねこのあたり。そしてその次7月18日以降、はい、ここから恋愛運もいいです。その企画したり喜んだりっていうことにさらに豊かさが入ってくるって感じがあるので、自分の感覚を本当できるだけ肥やして許していってほしいなと思います。その次7月23日以降、ここからまた流れが変わるんですが、少しそれまでは自由に膨らませていた感覚っていうのを7月23日以降はちょっと鎮静させて、具体的な日常生活に落とし込んでいくっていう感じですかね。それから生活とか日常のお仕事とかそういったことをきちんとこなしていける流れになるんですね。なので仕事運はあります、あるんです。あんまり華やかなっていう感じというよりも、膨らんだ可能性を一つずつ収めていくみたいな感じのエネルギーですね。ただこれまでの広報活動の結果が出るみたいな感覚で、いろんなところから来る返事をちゃんと返事していくとか、じゃあこの準備を整えていきましょうみたいに生活を整えていくんだなって思います。ですので、ちょっと単純に言ってしまうと、7月23日まではどうぞ自由に遊んでね、みたいな、感性喜ばせてね、っていう感じで、7月23日以降は、じゃあその感性喜ばせた分、現実世界に生かしていきましょう、っていう感覚ですかね。はい。で、その次が7月29日がまた新月です。で、この新月は、どちらかというと生活っていうところに来るので、健康面とか日常生活においてまた意図するといい流れになってくると思います。はい、ということで、この星の動きを踏まえてタロットも見させてください。タロットは7月前半だけにします。後半はまた後半で見たいと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。ワンド7の逆、ジャッジメント、ペンタクルスページとペンタクルスの9とジャスティスとお月さんの逆とペンタクルス2ですね。そしてソードナイトの逆とワンドナイトの逆とオラクルはカップクイーンの逆ですね。はい、そうですね。ちょっとね、星で言った時に、どうぞ23日まで楽しんでねとか、喜んでねとか、クリエイティブにどうぞ表現してねっていう感じなので、自分自身にすごく自信がある人とか、今うまくいってますよっていう人はもうどうぞどうぞっていう感じなんですけど、もしそんなに自信ないですっていう方にとっては、若干ナイーブになりやすいかなっていう感じがしました。どうぞ自分の好きなように表現してねって言われると、いいんですか出してもとか、どこまで出していいんですかっていう形で、ちょっと急に誰かの後ろ盾があったりとか、誰かが表にバーンって出てるからこそ、その横でいるのが安心っていう方にとっては、私が前に出ていいんですかみたいな、そういう居心地の悪さとか、ちょっと気にするナイーブさっていうのがあるかもしれません。
でも逆を言えばその感性っていうのはすごく豊かな時なので、それを誰かに認められなくても自分で認めてほしいなっていう感じはあります。そしてまあちょっとカードで見た時に、何かね、自分はじゃあ喜びましょうとか、じゃあ好きなようにしましょうって言っても、ちょっと今立場的にそれやりにくい時なんですよねっていう感じがあるかもしれませんね。状況的に、まあまあね、世間の常識的なこともありますからね。まあそこは別に世間に見せびらかすわけじゃないですから、自分で自分の心に許可をするっていうことなので、せめて自分にはいいよって言ってあげてほしいなって感じがします。何かをしたいと思った時にね。そしてまあ精神的には少しナイーブかもしれませんけど、でも一つ願いが叶うっていうか、何かやっぱり、あ、よかった、やっと何かが決まったとか、やっと何か方向性が決まったとか、一つははっきりしましたとか、何かそういうのが一個ありそうなんですよね。でそれはすごく自分が望んでみたことだし、一つ決まることによって全部が安定するから、あ、よかったって感じすごくあります。先が見えない不安とか、この先どうなっていくんだろうっていうふうに決められなかったことは一個決めれて、あ、よかった、じゃあその上でこうしようかなっていう人、次の案も出てくるし、そこすらそれよかったですね、うん。ただ何でしょうね、本当はもっと早いスピードで進みたいとか、本当はもっと感情を出したいって感じですかね。でも抑えてるし、自分を許可するって言った時に、全部許可したらもう爆発しちゃうとか、全部許可したらもう本当に自分で自分を破滅させてしまうぐらい好きにしちゃうんじゃないかって思ってるかもしれないんですけど、そうはならないので安心してください。はい、なんかこう止めるエネルギーっていうのがとても歯がゆい感じはしますね。今引いたのはちょっと補佐カードなんですけども、まあ、死神の逆位置ということで再生っていうふうに出てるんですよね。なので一旦諦めたことがもう一回何かの形で浮上すると思うんです。ここでもジャッジメントが出てますからね。何か諦めたものが浮上する。そしてそれは比較的うまくいってるし、うまくバランスも取ってるし、そんなにこう全くお先真っ暗っていうことではなく、むしろ良かった、この方向でっていう何か安心感っていうのも入ってきて、生活をちゃんとやっていくよって感じがあるので、全然現実的に悪くないんですよね。ただなんか精神だけが非常に感性、いい意味で感性豊かなので、クリエイティブで豊かすぎて持て余したりとか、もっと泣きたいとか、もっと怒りたいとか、もっと喜びたいとか、何かその感情っていうのをちょっと抑えてる感じがあるのかなって思いましたね。これはじゃあそれを無条件に解放しましょうっていうよりは、まあ、もちろん安全な場所で解放してくださいねっていう感じはあります。まあ、それはでも分かりますよね。その自分がもし怒ってるからといって、それ誰かで構わず怒りをぶちまけていいかって、そんなわけないですから。自分誰にも迷惑かけない形で怒りを発散するとかもそうですし、自分を許す、喜ばすって言った時に、じゃあ好きなだけお金を使って何でも買いまくるって言って、後から請求来ますから必ずね。まあその辺はうまくご自身で判断してやっていただきたいですけども、なんとなく、まあ、星で見てる通り、あ、今何かが膨らんでいくなっていう感じがすごくあるし、実際現実のカードで見たところ、自分にとってあまり不利な立場じゃないなと思っていたとしても、チャンスはすごい来るし、一個叶うし決まるしっていう形でいいんですけど、何か気持ちの上ではまだ確実っていうところまでいかないから、もう少し何か繊細になってるこの感覚っていうのを何かで調整しなきゃいけないんだなって感じはしました。ちょっとそうですね、お仕事で言うならば、まあ、うまく言うとバランス取れてるなんですけど、あえてちょっと突っ込んで言うとすると、どっちをやりたいんですかって感じもしますね。どちらにもいい顔するとか、なんかうまくバランス取ってるけど、自分の中では本当はここにエネルギーを注ぎたいんだと、もしあるとしたら、まあ、それを隠してなんかうまく付き合っていくっていうよりも、それを自分で認めて、今これに集中したいんですって言った状況ではっきりさせてからやる。なので優先順位をつけて やればいいという感じですね。それを むしろ隠さなくていいっていう感じがしますね。
はい、そんな感じかな。ということで、ぜひ、まあ、自分で自分の感情を許して、まあ、いい感じでこうクリエイティブに過ごしてみてください。もし何かしら良かったよとか参考になりましたという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。次回は7月中旬ぐらいにまた後半のタロットリーディングしたいと思います。ということで、いい時間になりますように。あんまりナイーブになりすぎないでくださいね。はい、ということでありがとうございました。失礼します。